放送席、そしてスタンドの皆様、ヒーローインタビューです。投打のヒーローにお越しいただきました涌井投手、そして中村選手です。まず涌井投手、ナイスピッチングでした。今日は序盤から本当に気合いの入ったピッチングでしたね。そうですね、まあ珍しく気合い入ってました。どんなことを意識して投げたんですか？特にないんですけど、まあでも相手が年下だったんで、まあ負けられないなと思って頑張りました。涌井さん、今日は164球、プロ最多の球数ですよ。投げすぎ。まあしょうがないです。はい。でも最多といえば12奪三振もプロ最多です。まあそんなこと言われても、たまたまですね。はい。あんまり三振は意識しなかったですか？そうですね、それより、みんな疲れが溜まってたんで、できるだけ早く、試合を終わらせたかったです。そしていいところでホームランが出て、その後はもう最後まで気迫のピッチングができましたね。そうですね、中村さん あのグリーンモンスター直撃のホームラン、最高でした。これでまたいい流れになってきたんじゃないですか？そうですね、まあ、明日は穂橋さんがやってくれると思います。そして今日スタンドの皆さんに、それでは涌井さんから一言お願いします。明日も中村さんが打つと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そしてその中村さんです。ナイスホームランでした。ありがとうございます。打った手応えを教えてください。軽かったです。涌井さんがあれだけいいピッチングをしてたんで、なんとか援護しようという気持ちがあったんじゃないですか？まあ珍しく気合い入ってたんで、涌井がちょっと僕も珍しく気合い入れていきました。いや、それにしても完璧な当たりだったですね。完璧でしたね。涌井さんが明日も中村さんが打ってくれるでしょうと期待を込めてましたよ。まあ打てるか打てないかは分かんないんで、全力でやります。皆さん多分期待してると思います。それでは中村さんから一言お願いします。明日も打てるように頑張ります。ありがとうございました。